はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムエコーズ続きをやっていきましょう。3章に入ってちょっとね、なんか敵が強い感じがしますけれども、アルムと、セリカを両方動かしていく感じなので、ちょっと今回はセリカでいきますか。で、ここになんかまた謎の部隊がいますね。追われてる系かな。まあ、とりあえず行くか。ソフィアの海岸の戦い。みんな静かに。あれが城の人たちが言っていたガッハ一味の盗賊ね。余計な戦いは避けなくちゃ。あちらから行きましょう。でもセリカ様、あれ、あなたたち、ギースの手下の盗賊ね。ああ、よく知ってるじゃねえか、異国の姉ちゃんたち。お前たちもとっ捕まえて、せいぜい高く売り飛ばしてやるよ。価値は、油断しては危険よ。私のそばを離れないで。あの人たち、どうします、セリカ様。見捨ててはいけないわ。行きましょう、みんな。何だったっけ、セリカの方がちょっと忘れたな。あ、こっちもいるのか。敵多くねこれ。絶対無理なんだけど。こいつらさ、逃げれば大丈夫じゃん、ペガサスに乗ってんだから。絶対追いついてこれないって。バルポここにいるのか。バルポはちょっとここで壁になって、こいつ危険だな。この2人配置変えよう。かといってな、こっちもな、敵いっぱいいるしな。ジェニーは、これどうやって帰るの、ちなみに。弓兵とかよ。よし、オッケー。で、こいつが援護攻撃しつつ、ボーイも援護攻撃をすると。で、セリカって変えられないか、場所は。固定だね。じゃあこれでいいか。装備的なものは、もうなんもないんだよね、多分。飲み水とかになってるけどさ、なんもないね。黒真珠とかって別に普通の真珠でしょ。まあいいわ。じゃあ戦闘開始。どうするかな。こいつらをじゃあやっぱり前線に出すか。一番防御力の高いのは結局セリカか。準備は万全よ。クロマホいける、サンダーがいけるね。倒そう。強い。私には使命があるの。セリカはマジで強い。で、メイちゃん前線に出すのは危険だから、この川の向こうからサンダーを撃とう。わ、かわされたか。まあ、地形効果を受けないっていうのはいいけどね。ただかわされるっていうのがあるからな。セイバーじゃあここに置くか。じゃあカムイもここら辺に置いといて、これじゃちょっと回復させるか。弓兵が狙ってきそうだからな。レベルアップ。よし、こんなのって皆様のおかげかな。ディフェンスが全然上がんないんで、いまだに1だよこいつ。でここはちょっと、あ、トークができるけど速攻でいかないと厳しそうだな。会話しとくか。本当は攻撃したかったけどな。あ、兄貴じゃない。兄貴。うん、レオじゃねえか。どうだ調子は。もう絶好調よ。兄貴のために頑張っちゃうわ。そうか、そいつは頼もしいな。しかしお前もな、そんだけの腕っぷしがあって、その顔だ、黙ってキリッとしてりゃ女が放っておかねえだろ。は？女にキャーキャー言われたって嬉しくないもん。私は兄貴がいいの。そうかい。ありがとよ。一応ありがとよ。あ、会話スタート、攻撃できるじゃん。なんだ、じゃあ攻撃しよう。まあ普通にこっちでいいか。で、
ボーイ。いつでもどうぞ。全然進めん。来た。うわ、しまった。これは大丈夫か。おお。弓は1体しかいないよね。しかもこいつこんなとこにいんのかよ。4。バルボじゃねえや、ガッハとかも倒せるし。やはり硬いねバルボちゃんは。めっちゃ密集してるってか、こんなとこにも一人いたのかよ。おいおいおい、4。待って待って待って、俺がやばい、ジェニーがやばい。ガッハ倒せるかこいつで。2回当たれば倒せるね。倒そう、もうこいつはなんか危険だからな。さすがセーバーだ。なんだと、この俺様だ。経験値も結構持ってるねやっぱり。星肉をゲット、まあ、星肉はいらんと。でここはもうちょっとサンダーで弓兵を倒そう。弓兵はほんと危険。当たれよ。うわー、当たれたか。そうするとメイちゃんを投入するか。まあファイヤーでいいでしょう。よし、レベルアップ1個。ん？なんか変な感じがしたんだけど。オーラちょっと回復、え、自分を回復はできないんだ。そうだ、道具袋、食事、ちょ、自分の命の方があれだよな。パンのかけらにしよう。ごちそうさま。で、あ、一応海とか行けるんだね。海っていうか川か。川、地形補正何にもないな。まあいいか。え、強いこいつ。え、強くないか。普通に盗賊。どこ待機で、問題はそう、こっちだよこっち。まずこの盗賊を弓で攻撃する。で、その後バルトで移動させて倒す。で、ここにいる分には攻撃は食らわないからサンダーでダメージを与えておこう。いや、ここの舞台マジちょっとまずいぞ。2回食らうけどな、しょうがない。お前らがノルマなんじゃねえの？てかこいつさ、クラスチェンジしたいんだけど、ミラノが死んでるみたいなのがないからね。場所が変わっちゃったから。今日の俺ってば冴えてるね。まあ2つ上がってくれれば最低限よしとして。ゴー、やばいやばいやばい。ちょっと待って、あんまり倒しすぎんなよお前。いや、こいつまずいぞ、本当にまずい。どうすりゃいい。一応回復はする。おお、危ない危ない危ない。反撃食らうと、もうなんか自分の経験値がどうのこうのなんて言ってる場合じゃないよ。とにかく殲滅を最優先にしよう。セーバーもなんだかんだでちょっと減ってきたかな。メイ、ちょっとトーク先にしよう。攻撃できるのが分かったからね。セリカ様、メイ、よかった、もう元通りね。はい、やっぱり自分らしくいることが一番ですよね。私もそう思うわ。メイが元気じゃないと寂しいもの。セリカ様、ありがとうございました。あんな風に言ってもらえてすごく嬉しかったです。おかげで自信が持てました。だって本当のことだもの。メイは私の自慢の大切なお友達よ。これからも仲良くしてね。
もバリバリお役に立っちゃいますからね。よし頼むぞ。オーラって何？毒も使うの？強力な光の魔法、閃光が相手を包む。どっちにしろサンダーでも倒せるかね。ちなみにファイヤーは2回やれば倒せるか。ファイヤーでやろう。スーパーアタッカーだからなこいつは。さてそこから遠距離で黒魔法、そうだよな、どうすかな。こいつに攻撃をして見えん橋のあれが邪魔で、でカムイで倒そう。倒れてくれよ。ほら、あんたも運が悪かったね。頼りにしてもいい？クリティカル率があるね。クリティカル率があると本当事故るからな。あ、こいつはゼロだけど。あんたも運がなかったな。まあ、こっちはね、こいつがよくわかんないけどなんとかはなるな。でセリカもちょっと回復させよう。魔法を使いまくってるからな。問題はこっちだよな。17って倒せんの？全然倒せねえわ。ってことはまず弓だな。弓戦技局者命中率が高い。まあダメージ食らわないからいいでしょう。使っちゃおう。で、これで、OK、レベルアップ2個。力だけじゃ鬼にもならねえ。よくわかってるじゃないか。で、黒魔法サンダー減らそう。おお、あっかわされた。マジか。これはマジ、こいつ死ぬかもしれん。価値は天使の指輪とかなんかすっげえいいの持ってそうだけど無理だこれは。すげえ無理っぽい。スミカーもなちょっとヒットポイントが減ってきたけど、まあ大丈夫だな。よしミスった。殲滅できるか。よしよし回復。倒せ。もういいよ倒してくれ。経験値いらんから。よしよしよし強い。あいつらが自分自身強くてなんとかなったな。この盗賊はサンダーでちょっと始末しておくか。でこいつもまだ来ないってことだよね。寒いな。レベルを上げたいんだけど、何かちょっとこっちへ行ってカムイをここに置いて倒す。で上のやつもちょっとカムイで倒すか。リカバー、ちょっとでも経験値を稼ぐか。で中に行くとこいつは危険だから、あとはまずこいつは壁になる。ここでそして遠距離で倒す。それでいこう。サンダー防衛のレベルも上げたいけどな。これで減らして、でサンダー当たるよまずそもそも。オッケー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 。悪く思わないでくれよ。でそしたら絶対こいつはさ下に突っ込んでくるよねよし必殺、必殺が出ても一発では倒せない。あとこいつだけ。こっちなんで回復して、あ、命の指輪的なやつか。さてあとはこいつだけだからまあなんとかなるな。ちょっと危なかったな本当に。白魔法で一回回復させよう。
ありがとうよ。メイちゃんで一回減らすか。オーラちょっと見てみよう。もう最後だしね、倒せるし。めちゃくちゃヒットポイント減るんだけど。すげえ。ただめちゃ強いな。危なかったといえば危なかった。よかった、あの人たち助かったみたいね。さあ長居は無用だわ、行きましょう。仲間にならないんか。待って、あなたたち。ああ行ってしまったわ。いやだからそのさ、ペガサスに乗ってれば絶対追いつけるでしょ。じゃあ次はアルムで行くか。順番に行こう、順番に。右側はいけないよね。戦うか。やだな、この妖術系とか。ソフィアの森の戦い、1。雨が降っている。こっちすげえ人がいっぱいいるな。ここ近いしね、しかもこの補給地帯が。上にも補給地帯はある。本当に完全に妖術系だな。まあこれで一旦そのまま行くか。アルムを進めよう。で魔法防御、まあ、こいつ魔法防御自体は高いからね。こいつ魔法防御めっちゃ弱い。こいつはまあそこそこある。一応固まろう。まあ悪くはない、トークができる。しかもアルム、エフィ、今日の調子はどう？すごくいいよ。ねえ、どうしてか聞いて。なんで？昨日の夕食、アルムのお隣で食べたでしょ？アルム、私が食べきれなかったパン、食べてくれたよね。おお、そういえばそうだったね。私、昨日は嬉しくて、あんまり眠れないくらいだったの。でも大丈夫だよ、全然眠くないから。アルムのためにいっぱい敵倒してあげるね。エフィってすごく些細なことで感動できるんだな。いいな、僕も見習わなきゃ。若干怖くなる要素を持っているけどね。切ってやってもいいぜ。まあ任せたまえ。そこそこか。こいつも魔法防御はない。クリフをいつでもどうぞ前に出しながら戦うかな。そうするとよっしゃ任せろ。どうなんだ、アルム自体もそんなに魔法防御は高くないからね。イカズチの剣ってそうか、魔法か。戦技とかあんま変わんねえし。ちょっと待ってよ、一旦この外に出よう。敵をおびき寄せて、やっぱりめった打ちにするのがいいからね。よっしゃ、いつでも来い、お任せください。よし、これでいこう。さてさてさて、じゃあまずはクリフサンダーで、まあ、そこそこか。で減らしたやつは多分攻撃して倒せるな。弓、よしよしよし、ナイスだ。レベルアップ、超レベルが、レベルっていうか経験値が。なんだ今の。そして全然上がらない。アルムはちょっと前に出しても多分大丈夫でしょう。
やはり通らないな。食らうと結構食らうんだね。大丈夫か。いけてるだろ。ん？なんかあったのか。全然わからん。こいつ8あるからな。よし、これは倒したぞ。オーケーオーケーオーケー。魔法防御とかってそんなに上がらんね。回復はできないか。リカバーかな。1しかないからな。隣接している。ああ動かせるだもんな。アルムを回復しておくか。助かったよ。任せてくれ。まあ弓は遠距離で攻撃ができるから少し進めておこう。よし、これでいこう。狙ってくるか。やはり回復回復。助かったぜ。レベルアップ。ミラ様のご加護を感じます。こいつに至ってはな、ディフェンスとかがやっぱり上がってほしい。ちょっと左は左で排除するか。魔法戦ならこっちに武があるな。で弓スナイパー。うわー、かわされた。こいつら何なの。上がり代わり、これはもうこいつを投入しよう。手がさせないと。おい、マジか。嬉しい。最近ね、人の動きがよく見えるんだ。よし、魔法防御が上がるとな、こいつを前線に出せるっていうメリットがあるからな。じゃあちょっとアルムもう一回これでこいつを。で弓で仕留める。疲れた。どうよ、なかなかのもんでしょ。なんか下の部分が弱いなこいつ。でこいつはボス的なあれか。一応よし、これで一旦終了してこっちを狙ってくるか。どうする、アルムでもう一回攻撃しよう。アルムのイカズチの剣ちょっと別に変えようかな。最近ちょっとね、やっぱりこういう魔術師系が増えてきたから。まあ、ただね、射程2あるっていうのがね魅力なんだよな。あ、やばい、これ森にいるからめちゃくちゃ命中率低いわ。マジか。こいついける？いけるけど、これもそんなにあれだよな。厄介なところ陣取られたな。グレイとか攻撃して反撃を食らって死んだりしたら嫌だからな。ちょっと一回ここで終了しよう。あ、上に行った。チャーンス。はいはい、逃がさん。森の外に出たのが運の尽きだな。悔しい、ごめんね。じゃあこいつをここにやっておびき寄せよう。ま、少しでも経験値は稼いでおこう。リカバー。助かったぜ。
何しっかり森のところに来やがった。まあ、ただ反撃されない位置っていうあれだと思うんだけど、まあじゃあ減らしておこう。ったかー弓。よく当たったな2回とも。じゃあこれは、クリアの方がレベルが低いからクリアで一旦攻撃しよう。倒せるかどうかはちょっと分かんないけど、無理か、当たらんねー。あ、ただ魔法防御自体はこっちも高いからね、全然食らわない。本当に当たらんな。逃げるか、逃げたね。届くか。こういう時に魔法って便利ではある。なんて言ってんだか分からん。アルムか、一人も倒してない。楽でいいのにな。うわ、クレーベとフォルスなんかさせとけばよかった。結構敵の数が多いねここは。あれ、ちょっと待って、こいつなんだ、ドゼ。え、なんでこいつこんなとこにいんの。ドゼって三章のボス的なあれじゃないんだ。もっとこっちの方とかもあるんだな。これ街みたいなのがあるよ。全然違った、砂漠の砦、ギーズの砦。ここが街か、山の村。ここはドゼの砦内部。ほうほう、森の村、森の祠。名前が単純だな。じゃあ、今回はこれで終了して、まあ1回の戦闘ずつくらいでちょっといい時間が来ちゃうかなというところですね。まあ第3章はこんな感じで進んでいきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。